はい、どうも皆さんこんにちは、ケンユです。今日はなんとですね、めちゃくちゃ面白いランドに遊びに来ました。皆さんご存知ですか？ハイサイ村ということはもちろんあの探偵団の方ですよね。ひーちゃんさん、こんにちは、はい、ハイサイ村へようこそ。すみません、なんか座ってもらって。いえいえ、全然。ごめんなさい。実はですね、あのハイサイ探偵団のひっちゃんさん、と一緒に、はい、果樹をちょっとハイサイ村に植えるっていうことで、はい、ちょっと僕がもう本当申し訳ないんですけど、まあ力足らずかもしれないんですけど、アドバイスをちょっとさせていただくっていうことで。いえいえ、もう本当に光栄ですよ。 ありがとうございます、はい、はい、で皆さん、もう知る人ぞ知る方ですけれども。いえいえ、そんなことないですよ。ひっちゃんさんですね、はい、ハイサイ探偵団リーダーの、はい、なんとチャンネル登録者数が123万人。それぐらいいますね、本当にありがたいことに。はい、これってコラボってあんまり見ないじゃないですか、はい、ハイサイ探偵団さんコラボ、はい、あのこの弱小チャンネルとコラボというか一緒に出てもらっても大丈夫なんですか？いえいえ、もう弱小同行よりも、はい、やっぱり一緒に何かできるっていうのと、はい、やっぱり自分たちにない知識、ケンユンさんはたくさん持ってるんで、はい、わ、めっちゃ嬉しいです。で、はい、いろいろ学びたいということもあり、はいはい、で自分から声かけました。あ、めっちゃ びっくりしました。あれ、ちょっとまた腰を下ろしてお話ししたいんですけれども、はい、もうドキドキして、はい、ひっちゃんです電話で。あ、マジかって思って、マジでびっくりしました。電話しましたね最初、はい、ボコられるんかなと思って。いやいや、YouTube でなんか変なことしたかなと思って。はい、大先輩、そんなことしたらいいですよ。はい、はい、まあ、ちょっと軽くハイサイ村を少しカメラ回して撮らせてもらってもいいですか？あ、全然大丈夫ですよ。で、そしてまあ、ちょっとだけインタビューとか、はい、おこがましいですけれども、させてください。ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では皆さん、ハイサイ村です、どうぞどうぞ。はい、ということでハイサイ村来ました。今ですね、バナナを僕一緒に植えさせてもらっていて、で、うちらの園地の島バナナとか、まあ、アイスクリームバナナ、三尺バナナをちょっとご提供させていただきました、はい、で、これから、まあ、果樹苗もいろいろとですね、ご提供させていただくんですけれども、ひっちゃんさん、これすごいですね、この場所、はい、いや、いいとこっすよね、本当に。自分で DIY ですか？そうですね、これも、はい、いろり、このあるもので DIY ですか？そうですね、ここにあるものだけを切って、はいはい、まあ、ホームセンターで買ったのもあるんですけど、こういう網とかね。ああ、はい、なるほどですね。ほとんどここにあるものだけで作った感じですね。うわ、最高ですね。あっちのメンバーの皆さんも温かく迎え入れてくださって、もう本当感謝です。あっちにいますけどね、はい、ボコられるんかなと思って やんばるの山に埋められるんかなと思いましたけど。こうですね、はい、こちらも橋も作りました。もうボロボロですけど。うわ、これも DIY ですか？そうですね、 DIY。 木を半分に切って、はい、1本の木を半分に切ってそれを並べて、はあ、で、このハイサイ村は今ハイサイ探偵団さんのもうプロジェクトとして作ってるチャンネルでね、休日の方で、はい、のでされてますよね、はい、ぜひ皆さんも、あ、ぜひチェックお願いします。見てください、砂、はい、でメンバーの、わ、すごい、ここも作ったんですか？あ、こんにちは。これもデッキ。うわ、棒術がおる。棒術を練習しますね。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、豪華だ、この僕のチャンネル。あの、視聴者さんが65歳以上がもう4割以上 で、はい、で55歳以上含めるともう7割ぐらいあるんですけど、あの、まあ、皆さん多分ご存知だと。いやいや、そんなことないと思う。かぶってないのはいいかもしれないです。そうですね、もしかしたら沖縄の、はい、熱帯視聴者がかぶってないから。もうめちゃくちゃすごいんですよ、今僕がなんでここで立ってるんだっていう感じですけれども。はい、ちょっと左側からあのご紹介させていただくんですけれども、リーダーのひっちゃんさんですね。はい、よろしくお願いします。はい、パンチさん、はい、よろしくお願いします。ハルオッキさん、はい、K ですよね。あ、K です。はい、モリーさん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう人数多くて、そうなんですね、ハイサイ村結構重労働なんで、はい、人数いらないとなかなか進まないんですよね、うん、はあ、これも作ったんですよね。そうですね、これも作って、うわ、すごい、僕もこういうのやりたいな。いや、結構これ大変でしたね。すごい、ここよく見ます、あの、うん、お昼ご飯みんなでここで食べてますもんね、休日の方で、はい、うわ、で、しかも面白いのがあそこに果樹が、はいはい、珍しい果樹があるんですよね、反対側に。ありますね。あ、パラミツです。パラミツ、あれすごいですね。パラミツ、はい、あの大きなパラミツで、
今年も結構なったんですよね。結構なって、今はもう枯れて落ちちゃってるのかな、うん、はい、こんぐらい世界最大なんだよね、このフルーツの中でも、うん、そうですそうです。食べ頃がわからないんだよな、食べ頃ずっと緑っていう、うん、確かに。ちょっとあそこもちょっと行かせてもらっていいですか。はい、じゃあ見に行きますか。ありがとうございます。すごいパラミツがあるって僕最初聞いてびっくりしました。皆さんすごい優しい、お優しいですね、マジで。いえいえ、もう本当に来てくれるだけでこんな遠いとこまで。今日あの糸満までバナナを取りに来てくれて本当ありがとうございます、ね、糸満からまたここまで大変ですからね、はい、北部、はい、で鳥居小屋、はい、あ、そう、パラミツ、パラミツ、うわ、でかいんですよ、年季入っててすごい1本。これで何年ぐらいだと思う。そうですね、これでまあ20か30年僕ぐらいは行ってるかもしれないですね。年上かもしれないね。アジャ、はい、アジャだね、パラミツアジャ先輩つけないとパラミツアジャってなんかいそうだよね。ちょっと選定したくなりますけどね、どこかで。やっぱ大きいので選定すると何か意味があるんですか。やっぱり低いところで取れるっていうメリットがあります。上で取れてもちょっと手が届かないんで。確かに届かないしね、はい、危ないしね、はい、5メーターぐらいあるもんな。はい、またパラミツがなったらぜひ。そうですね、その時はさせてください。株分けしましょうね、また。 ありがとうございます。株分けバナナじゃないできないです。あ、バナナもですね、こうバナナあって、で、まあ、鳥を買って、すごい、なんか鳥小屋、ね、ちょっと今台風が来るってことで今引っ越ししてます、はい、あ、そうなんですか。これ別にマングースにやられたわけではなく今引っ越し、あ、今もう入ったんですね。あ、今事務所に連れてって、ね、今は何もない。おお、あ、じゃあ動画で僕たちが見てるのはちょっと古い昔の、はい、あ、いいんですかこれ。いえ、全然、もし前後したら、すみません、前後したら申し訳ないです。いえ、大丈夫ですよ。すごい、この鳥の、あれも彫刻刀で、看板も、表の看板も彫刻刀で彫られてましたよね。そうそうそう、パンチが怪我した。手切っちゃって、これで。あ、そうなんですか。はい、血痕がどっかついてるかもしれないですけど、はい、でもここら辺なんだよな。矢でやった、矢でやった、最後の方で矢のここら辺でした。鳥の字すごい。彫刻刀で指何針、6針ぐらいか、8針。マジっすか、結構、ね、大怪我じゃないですか。でも、ちょっと見せて。あ、でももう治ってます、こっちなんですけど。あ、すごい、結構がっつり。はい、なんか他にもなんか果物、果物、最近、あっちになんかレモンみたいなかった。あ、レモンじゃなくて、カニステルだ。あ、カニステル、あっち、あっちら辺にカニステル、はい、あ、ありますか。あ、多分もう実落ちちゃったと思うんですけど。あ、そうですか。あそこにマカダミアがありますね。あ、そうですね、パパイヤもありますね。パパイヤは意外にあっちこっち生えてるんですよ、うん、本当ですね。これ野生のパパイヤですね。パパイヤ、こっちにもパパイヤ、はあ、マカダミアもすごい、いや、いろいろ植えられてて、やっぱさすがですね。これからどんどん増やしていくとですね、はい、フルーツランドにしないといけない。フルーツランドにしましょう、ぜひ。あと、ぜひアボカドも、ちょっとアボカド植えてください。アボカド好きですからね、はい、ハローも大好き。ダイエットにもいい。あ、本当ですか、うん、よく花に埋めてる種、こうやって、はい、ありがとうございます。ハロー大好きだからな。ありがとうございます、うん、で、ちょっと、座って、はい、インタビューいいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ちょっと違和感しかない違和感しかない。こんな大人数の撮影初めてじゃない、はい、こんな大人数初めてですし、ハイサイ探偵団の中にいるっていうのがちょっと違和感。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。本当、受け入れてもらってすみません、ありがとうございます。いやいや、これからもね、はい、またいろいろ聞くことだったりアドバイス欲しいんで、またハイサイ村来てください、はいはい、あ、ありがとうございます。普段あんまりコラボされてないイメージがあるんですけれども、うん、ね、うん、大丈夫ですか。全然。あ、大丈夫です、全然大丈夫です。本当ですか。リーダーの意見だけじゃなくて、こう、みんな、はい、なんかコラボするとかしないとか、そういうのはなんか決まりとかあるんですか。それともその場のノリで決まっちゃう。その場のノリかな。だね、その場のノリですね。あ、本当ですか。はあ、じゃあ良かったです、うん、欲しい人いるよってなって、うん、あ、じゃあ繋がろうって言って、うん、繋がって、そう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 、面白そうだなっていう感じで、はい、繋がるときは、うん、なるほどですね。で、ちょっと今回なんで僕がこの豪華メンバーさんの中にいるかというと、実は Twitter の方で、はい、X の方で、はい、なんとひっちゃんさんから DM が来まして、
竹ちょっと相談したいんだけどいいみたいな感じで、そう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 、竹のことにね、バーって連絡いただいて怖ってちょっと思って本物ってまず本物って思って、うん、はい、そしたら電話していただいて、はいはいはい、本物やんってなってめっちゃびっくりしました。でその電話の中で竹もそうですけど熱帯果樹をちょっとされたいということで、そうそうそう、もう熱帯果樹といったらもう申し訳ないですけど僕なんですよ、この僕の熱帯果樹業界はい、ね、あの実は僕熱帯果樹協会っていうのがあって、はい、それの役員をちょっとさせてもらって、すごい結構今まで調べてるんで、その力を皆さんと一緒にちょっと貢献できたらなと、まあ、おこがましいですけれども、はい、よろしく。本当にありがたいことです。ありがたいです。そんなすごい方がハイサイ村に来て、はい、我々にいろいろアドバイスしてくれてね、心強いっすよ、ね、心強い、ありがとうございます。また草刈りの時呼んでください草刈りの時、いやもったいないっすよ、南部から来るんです無駄遣い、牽引と無駄遣いって言われる草刈りと巻き割りと力作業だけ、規制だけ。あの普段は釣りの方がメインですよね。そうですね、はい、なんでこのハイサイ村をこう立ち上げようっていうことを思ったんですか、きっかけというか。なんか釣りだけじゃなくもっといろんなね、アウトドア系のことをやりたいなってことで、はい、こっちはもうきっかけは依頼メールじゃない、依頼メール、あ、そうだね、依頼メールですか。あ、どなたかからハイサイ村、ここの土地の人が、はい、なんかここお父さんがいろりを作って、はい、でトム・ソーヤーみたいな、はい、トム・ソーヤーの大冒険、はい、をが好きで、そのお父さんが作ってたらしく、はいはい、で亡くなっちゃって、うん、でその続きをやりませんかって来たんですよ。あ、すごい、なんか物語が、そうそうそう、で来たらもうこれ倒れてて、うん、トム・ソーヤーが倒れてて、はい、この小屋がね、はい、でそれをまた一から作ってっていう感じでどんどん今広げていってる感じですね。あ、そうなんですね、うん、わ、なんか良かったです。あの依頼メールが来てよかったです。僕にもこうちょっと声がかかったんですごいめちゃくちゃ嬉しいです。なんかこう見てくださってる視聴者さんっていうのはどういった層が多いですか。年齢層は幅広いんですけど、はい、20代後半から40代前半が多いですね。はいはい、大体はじゃあ釣りとかが好きな年代なんですか。あとファミリーとかが多い。あ、家族で見てる人多いね。家族で、はい、お茶の間で。お茶の間。そう。なるほどですね。でやっぱりこうキャンプとか村作りとか、うん、こういう、あ、なんだろう、DIY 系、うん、っていうのはファミリー層には届くジャンルなんですか。なのかな、うん、まあ、自分たちが得意分野っていうのもあって、はい、マモーリーが DIY 得意だから、はい、そういう DIY の動画も多いし、はい、で自分たちは建築経験してたから建築の動画もあるし、はい、全職、うん、みんなができることをやってる、過去にやってたことをいろんな職業をやってた人が集まった、うん、そうだ、まあ、そうだね。そうなんですね。なるほど。なんか戦略的にこれをやるとか視聴者層を見てやってるっていうよりはみんながやりたいことをやるっていうことが多いですね。そうだね。主にそういうのがメインでやってるね。あ、なるほどですね。で、さっきあの沖縄そば食べてる時にもちょこっとだけお話ししたんですけど、はいはい、なんかひっちゃんさんが始めた10年前と今とで視聴者さんのこの見てる層がどんどん自分らの年齢とともに上がってきてるみたいな、うん、あ、そうそうそう、話をされてたじゃないですか、うん、それで、まあ、いずれはやっぱ農業というか農業も熱帯果樹も、うん、もしかしたらこう層がハマるんじゃないかみたいな戦略ももしかしてちょこっとあるのかなっていうのをちょっと聞きたかったんですけど、はいはいはい、どうですか。自分も興味あったっていうのはあったんですけど、はい、まあ、そうですね、徐々に年齢層が、まあ、自分たちの年を重ねればそのリスナーさんも年を重ねて、はい、同じものだと思うんですけど、その、うん、楽しいと思えることが、今後ね、盆栽にも手出して、盆栽孫が喜ぶおもちゃ孫が喜ぶおもちゃお年玉の値段のあと墓探しとか見かけ医者はどこのがいいのかいやでも面白そうですね。あの40代50代になっていって、うん、どういうコンテンツが中心になっていくのかっていうのが、うん、すごいなんかまたより一層視聴者さん目線でもすごい面白い。ヒカキンさんもそれを言ってたんですよね。あ、自分も成長すれば、はい、視聴者も成長、はい、年齢を重ねれるって、うん、だからヒカキンさんも方向性は変えてってるって、徐々に年齢に合わせてっていう話してましたね。あ、なるほどですね。最初はスライムブローとかから始まって、そうそうそう、メントスコーラみたいなところから始まってみたいな感じですよね、うん、なるほどですね。
いや、めちゃくちゃなんかこんな豪華な皆さんとお話ができてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい。では農業はちなみにこれからがっつり力を入れていく。そうですね。いろいろやっていきたいっていうのと、うん、ハルオ農園が大好きで、はい。一時期ハルオ農園っていう企画があって、ああ。でいろいろやってたんです。あと山菜にも詳しくて、山菜食べれる。はい。例えば。うん、照明草だったり、あとは浜ほうれん草とか、うん、そういう食べれる野草に詳しいんですよ。はい、なんでですか？なんで詳しいんですか？まあ、これ動画で、ね、動画で覚えたりとか、あ、そうなんですか。教えてもらったのを覚えててみたいなのが多いです。はい、木が大好きで、木が大好き、植物が大好き。あ、そうなんですか。はい、植物。あ、じゃあ僕とすごいなんか、なんかもし自分ハイサイやってなかったら。農園やってたかもしれないです、マジで。あ、そうなんですか。ちょ、おばあちゃんとかおじいちゃんが、はい、人参やってたんですよ。あ、人参農家さん。で、自分もやりたいって言ったから反対されてやってなかった、はい、やってないですね、今。あ、じゃあ、読谷とかですか。はい、つけん島でした。つけん島。で、人参。人参、そうだ。はい。あ、そうなんですか。うん、なるほど。じゃあ、もしかしたら、うん、あの時に YouTube やってなかったら、もしかしたら人参つけんで人参育ててるかもしれないです。あ、それもまたいい、はい、人参作ってたかもしれないです。ハローブランドの人参、はい、食べてみたいですね。なるほど。もし YouTube やられてなかったら何やられてましたか？僕は車エビ養殖ですね。車エビの養殖、うん、前が車エビ養殖場で働いてたんで、はい、そのまま続けてたと思います。あ、そうなんですね、はい。それで引き抜かれたんですか？引き抜かれたわけではなく、はい、それともこう、面接みたいなのあるんですか？なんか、探偵団来るかみたいな。なるほど、結構。確かね、あれは、はい、ちょうど1年半前ぐらいに、はい、車エビ養殖所って、12月から仕事が休みになるわけ、1ヶ月、2ヶ月。5月、6月ぐらいから1週間、2週間ぐらい休みになるんですよ。はい、はい、そうそう、6月か。で、その時に仕事休みだから、で、その時沖縄本島に、なんていうんですか、僕宮古島だったんですけど、はい、その時になんか、社員研修で沖縄本島だったんですよ。はい。で、車エビのね。車エビの。はい。で、帰り、なんか、帰るの嫌だなーってなって、ノーコローって思って、チケットキャンセルしたんですよ。はい、もうワイルドですね。で、明日から沖縄本島にいるっていうのを、最初モーリーさんに言ったんでしたっけ、うん、あ、じゃあもう繋がってはいったんですか？もともと繋がっています、はい。あ、そうなんですか。で、そしたら、モーリーさんがひっちゃんさんに言ってくれて、はい、で帰る日までアルバイトしていいよってなってるんですよ。あ、めっちゃ優しいですね。うん、で、いろいろマネージャーみたいな感じだったよね、最初ね。最初は、はい、動画に出るんじゃなくて、はいはいはい、なんかお手伝いみたいな、お手伝いみたいな、はあ、一緒に物運んだりとかね。で、一回帰ってまた仕事してる時に電話かかってきて、はい、で、その時に来るかめっちゃ感動的な話っすね、めっちゃでもその時あれだったんですよ。車エビ好きだったんで、一、はい、回考えさせてくださいって言ったんですよ。はい、で、その数日後に、やっぱり行かせてください。車エビは蹴って、取られたんですね。そうそうそう、わ、すごいいい話ですね。なんか動画も出たんだよね、その2週間の間にね、何回か。そうですね。動画も出て、で、みんなに蹴ったわけよ。パンチどうだったみたいな。いや、やりやすいねって、うん。いいねっていうのを聞いてから、で誘ってる。あ、そうなんですか。南県を聞いてから。あ、この社内会議みたいなのが。そうそう。あ、うん。俺は個人でどんなだった、どんなだったっていろんな人に聞いててみんなに。あ、そうですか。そうそうそう。はい。なんかいいノリですね、やっぱり。信頼関係があって。うん。はい。あの時まさかこうなってるとは自分思ってもなかったので。いや、めっちゃそうわかります。はい。で、僕も3年前に YouTube 始めたんですよ。はいはいはい。3年ちょっと。で、まさかここに僕がいるなんてっていう、今、思ってるんで。あ、存在は知ってたんですか、ハイサイの。あ、うん、知ってました。おぉ。もう結構、なんかいろんなバズり企画やってたじゃないですか。うん、池の水全部抜くとか。ああ、ありますね。なんか地域のためになんか、ゴミを全部取るとか。うん、台風後のとか、うん。ああいうのちょっと見て、あ、素晴らしいな、はい。思ってました。いや、ありがとうございます。うん、ちなみに、森さんはもし、ハイサイさんにおられなかったら。
ああ、まあ多分中古車販売業やってたと思います。あ、そうなんですか。もともと、はい、あの、板金屋で働いてて。はい。それから、ちょっともう、いろいろあって。はい。板金屋辞めて。はい。どうしようかっていう時に。あ、じゃあもう、入ったらって誘ってくれて。あ、マジっすか。なんかすごい、皆さん、ストーリーがあっていいですね。なんか、こう、人生のいろんな波のところに。うん、どうしたの？最後はもう、ヒッチャーさんが誘うんですか？誰かが誘うこともあるんですか？ハローキさんとかが入れてやったとかあるんですか？うわ、ないかもしれないですね。一応みんなで一通り話して決めたりはします。うん、あ、そうなんですね。うわ、なるほど。結束力。なんかあそこまで、ね、チームのメンバーが多いと、僕二人でも揉める、こう、なんだろうな。あの自信があるというか、もうこうみんなでね、こうまとまる結束力みたいなのすごいなって毎回思ってます。なんかあるんですか、秘訣というか、こう団結力を高めるための秘訣というか。あるのかな。あるのかな。俺も同じ今質問されたらあるかなって思う。縦社会じゃないっていうのが一番じゃない。ああ、なんか上司とか部下はそこまであれはない。もともと友達でつながってたっていうのもあると思う。はい、うん、あ、でもありがとうございます。いろいろとお話が来て、いやいや、ちょっと今回農業系ではなかったんですけれども、はい、まあ、いろいろとこの大先輩ね、 YouTuber さんにですね、こうちょっとまあ胸を借りて動画を撮らさせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に、まあ、PR もし、はい、あのあれでしたらお願いしてもいいですか。もう僕の弱小チャンネル大した力ないと思いますけど、もし一言いいんですか。ハイサイ探偵団さんの、ああ、我々ね、ハイサイ探偵団っていうチャンネルで、はい、農業関係のチャンネルなんですけど、めっちゃ嘘つく、めっちゃ釣り、畑違い、畑違いだった、畑違い、まあ釣りメインでやってますね。はい、あの、よかったら見に来てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、僕もあのハイサイ探偵団さんの、あの、この村づくりのチャンネルの方に、はい、そうですね、あの、出させてもらっているので、ぜひ概要欄にありますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで最後までありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。